第3回定例会を終えての所感を述べさせていただきます。本定例会に提出いたしました予算案並びに条例案等につきましては議会において慎重にご審議をいただいたところです。これによりまして市民の皆様からご要望をいただきました生活道路等の修繕や交差点の安全点検を踏まえた対策工事など安全安心な街づくりに向けてスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。一般質問では熊本地震からの復旧復興や災害対策をはじめ視聴者の建て替え、また教育環境の整備、さらには AI 等センター技術の活用や空き家問題などの地域の課題等に対して様々な観点から大変熱心にご質問いただいたところです。また自然の延伸につきましても予算執行の凍結がなされておりましたがこれも本定例会において解除となりましたことから今後は速やかに基本設計を行いましてこの中で事業効果や財政面への影響などの検討を深め議会をはじめ市民の皆様にも適宜丁寧にご説明を行ってまいりたいというふうに考えております。この他にも議論を通じていただきましたご意見ご要望等につきましては真摯に受け止めましてこれからの姿勢に生かしてまいりたいと考えております。